はい、皆さんこんにちは、大和在宅のオチです。今日のテーマはこちら、藤原社長の1日に密着してみたです。では早速突撃していきたいと思います。あ、社長おはようございます。おはようございます。て、なんか5秒前まで撮影してた。言わないでください、内緒にしとってください。やらせあかん。言わないでください。はい、今日は何だっけ。今日は1日密着取材をさせていただきます。はい、今日はね、結構あんま外出ないんですけど、ポイントとかね、いっぱいあるんで、ちょっと忙しくなる1日かなと思いますんで、皆さんちょっと僕の1日ご覧いただきたいと思います。あ、ちょっとセキュリティはい、社長、はい、今日の予定教えてください。今日はいっぱい入ってましてですね、10時からちょっと金融機関の方が来られます。11時から来客あります。で、飯食って昼寝して、午後から来客があります。社内打ち合わせ1件入って、15時からはスタートアップの投資当社やってますので、その新しい案件のちょっと打ち合わせ、ウェブ打ち合わせですね、ありまして、あと社内の打ち合わせ3本あって、で、夜得意先と会食があるんですけど、その前にちょっと一回来社いただいて雑談というかね、して会食に向かいたいと思います。お忙しいですね。今日はほんまにパツパツでした。はい、じゃあオフィス着きました。はい、あー、今から何の時間ですか。社員さんの日報ですね。130名いるんですけど、全員の見てます。それとあと承認ですね、まあ、いろんな買取の仕入れとか、あと販売の値付けとかね、そういう文書関係の承認とか、まあ、そういうのを今から、来客が10時から始まりますので、その間一気呵成に片付けたいと思います。あ、それ炭酸水ですか。ソーダストリームを社内に置いてまして、炭酸水を日々飲みます。1日2リットルぐらい飲んでますよね。飲んでますかね。喉乾くのと飲めば健康にいいっていう浅はかな気持ちで、ね、やってます。あ、ノーノさん、はい、おはようございます。おはようございます。あの、質問があるんですけど、当社に入社してなんか驚いたことってありますか。社長室がないことをびっくりしました。前の会社がワンフロアではあったんですけど、はい、部長でも鏡張りの部屋に入ってて、社長の声がまだ聞こえなことにすごい驚きを感じました。なるほど、ありがとうございます。社長、なんで社長室ないんですか。一つはね、現場感っていうかね、大事にしてるんですよ。これライブ感というかね、社員さんと同じ空間でこう仕事をすることで、会社のこう雰囲気とかやっぱ感じたいんですよね。まあ、ちょっとマイクロマネジメントって言われるかもしれないけど、会社大きくなっても目標ですね、1兆円企業を目指してるので、創業時のこうベンチャースピリットっていうのが常に一定の張り詰めたこう緊張感がある状態を作っとかないといけないと思っていて、やっぱ僕がいた方が多分社員さんも緊張すると思うんですよ、いい意味でっていうのがあるんで、そっちの方がまあいいかなと思ってます。まあ、あとね、オフィスもね、坪単価の賃料めちゃくちゃ高いんで、僕がね、貴重な床面積のうちの一部使ってしまったら経費もったいないでしょ。フルフルで社員さんがこう席取れるように、僕の面積はもうここだけに限定してます。掃除でこだわりとかってあります。綺麗好きなんで、とにかく全部とりあえず綺麗にするって感じですね。社長の机たまに見て思うんですけど、1ミリもずれないですよね、小物の場所が。こういうのとか嫌やんとか。あ、こんにちは。あ、ご挨拶だけさせていただきます。はい、ちょっといただきます。あ、どうぞ。ありがとうございます。いつでも営業来れる。社長、それなんですか。ビタミン C です。11時ぐらい飲むんですけど、空腹で飲まないとこれなんかダメみたい で、 あ、そうなんですか。で、朝は筋トレもするからちょっと空腹じゃないし、はい、ちょうどこの時間帯が今ちょっとお昼ちょっと前なんで、あの、空いてきたので、これちょっと投入したいと思います。ありがとうございます。あ、こんにちは。こんにちは、ただいま。こんにちは。すごいいい感じですね。あ、ありがとうございます。すごい、それすごいじゃんみたいな話になって。あ、宮古島なんですね。そう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 です。めちゃくちゃ重たい。あ、マチさん。はい。あの、はい、社長の嫌いなところってありますか。嫌いなところ全くないですよ。なんか絞り出してください。嫌いなところはないですけど、ちょっと困ったことはありますね。何ですか。最近のことなんですけど、はい、作業服で通勤してることが多いんですけど、はい、帰りの電車の中で大和在宅、ここをこれぐらいの距離で見てくるおばちゃんがいてて、最寄りの駅で一緒に降りてきて、開口一番また筋肉社長のところの心配って言われて大声で笑って去っていったんですよね。3秒ぐらい動けなかったんですよ。有名すぎて困るってことですね。そういうことですよ。そんな話で他にもたくさんあります。わかりました、ありがとうございます。食事行ってきます。
すいません、牛丼の、はい、頭の大盛りとサラダセットで、はい、醤油、はい、で豚汁変更で、はい、あと生卵、はい、お願いします。メニュー見なくても覚えてるんですか？大丈夫なんです。はい、はい、届きましたね。いつもだいたいこれで頼みます、うん、タンパク質とね、今日筋トレしたのでしっかりとハーブを取らないと。で、僕は結構辛いのが好きなんで、僕結構ここにもこう辛いのをこうね、こう入れちゃって、こっちにも入れます。やって、で僕はあんまりこうかき回さなくて、白身と黄身の分離されたぐらいがちょうどいいんですよ。箇所によって味が変わるっていう、この独特のあれがあるんですよね。では、また冷やし蒸し牛食べたいと思います。はい、いただきます。はい、食べ終わりました。基本的に早食いなんですよ、僕は。10分ぐらいですかね、早く会社帰って寝たいんで。ランチはもう栄養補給、基本的にはあと1人で食べに行きます。今日はね、ちょっと一緒にこう飯食べましたけど、多分早すぎて大変だったと思います、はいはい、僕と多分ランチ食べるとみんな忙しいと思うので、僕はもうランチは1人で食べるっていう、そういうふうに決めてます。じゃあ会社戻ります。はい、に備えて。何グラムですか？20グラム。前まで15しかなかったんだけど、最近20出た、これめちゃくちゃ僕らトレーニングにとっては嬉しいんですよ。美味しいんですか？美味しいです。今日はどれにしようかな。プロテインバー、最近こうリニューアルしたこれがいいかな。美味しいんですよ。まあね、これのダーク味が好きなんだけど、今日はないようなんで、これでいきたいと思います。あ、ほんまやったよこれが美味しいんですよ、はい、ビターなんで、はい、はい、昼寝するんだけども、はい、その時にカフェインを効かせて寝るといいんだよね。逆に目覚めちゃうそうですけど。カフェインは摂取から 2,30 分後から効いてくるんだよ。あ、そうなんですか。寝てから20分ぐらいむくっと起きるやん、はい、あれカフェインやね。確かにアラームもなしで起きてますもんねコーヒーも飲み終わりましたんで、今から歯磨いてちょっと寝たいと思います、はいはい、でちょっと長年愛用してるんですよ、ガムの殻に歯ブラシセットちゃんと歯間ブラシも毎回入ってるんでちょっとこれで買えよってね思うと思うんですけど、ちょっと結構庶民派なんで、使えるものを使おうかなと思ってますので、はいはい、よろしくお願いします。1時なんですけど、ちょっと寝ます。180度フラットになるんで、ね、椅子汚れるの嫌なんで、ハンカチをこの首の後ろにおやすみなさい。はい、じゃあ、はい、おやすみなさい。はい、はい、あ、こんにちは。機械を使ってる麺なので、味はいいと思います。ありがとうございます。社長、今から打ち合わせですよね。はい、今から社内の打ち合わせ、あと東京とこうつないでですね、打ち合わせ、ある事業の打ち合わせをします、はい。はい。なんか打ち合わせで気をつけてることとかってありますか？気をつけてること、時間厳守もそうだし、その場で判断するとかね、報告会にならないように、ちゃんと意思決定をその場で伴わせるっていうこと。そんなもん。分かりました、はい、ありがとうございます、はいはいはい、失礼しました、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、今から社内ミーティングです。まずちょっと個別案件の進捗確認から行わせていただきます。はい、今からは管理部門の、役員とちょっと機密情報満載なちょっと打ち合わせしますので、カメラはちょっと失礼しました、はい、今から、今日最後の来客対応です、はい、今日は関東の取引先ですね、来てますので対応しまして、その後、会食も一緒に行きたいと思いますので、はい、はい、あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。3月から事務所を構えることになりましたので、すごいありがとうございましたちょっと洋食でペアリングらしいので、ワイン多分7杯ぐらい飲まなあかんので、でなんかちょっと二次会も一応ご用意させてもらってましたんで、ヘパリーゼのハイパーですね、ちょっと今からこれ飲みたいと思います。これで今日はガンガン行けます。はい、お願いします。行きます。はい、貸し切りで、落ちます。リンフォーします。縁もはるばる関東からお越しいただきましてありがとうございます。これからもご協力お願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあ今日は楽しんでください。今日は7杯ぐらい出ますんで、ちょっとがっつり行きましょう。乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。彼女もいるんですよでも日本の時からいたんですよ。社長の真似をしてることが3つあって、はい、ネイビーのスーツ、うん、グランドセイコー、うん、あと10日に1回 の、うん、あのカット、うんうん、なんかちょっと2回ダメですよちょっと火薬を攻めた感じがするんですよ本当に真似してました。社員旅行どこ行くんですか？
今年ですね。今年か。今年の9月に、はい、ちょ石垣で考えてます。それ今回は僕も連れてっていただいて9連休2回取れるんですよ今年。勤続15年で、はい、あ、そんなのあるんですか。1週間家族、もう1週間は山田財団ありがとうございます。1次会さっきほど終わりまして、今からですね2次会行きたいと思います。今は、9時です、はい、はい。今日は多分ちょっとオールナイトで行くぐらいの勢いなんで酔っちゃう前にですねここでちょっと1日締めさせたいと思います。たわいもない日常を映したかもしれませんけどね、中小企業の社長ってこんなもんなんで少しでも参考にしていただけたらというふうに思います。ではぜひですねまたよろしくお願いしはい、ありがとうございます。ありがとうございました。